ありがとうございました。お疲れ様でした。今のが最後の生徒です。ご迷惑をかけてすみません。おかげで多くの生徒たちとお話しできました。でも、やはり私は異種族交流が正しいとは思えない。こんな私を皆さんは必要としてくれるのでしょうか。今さら何言ってんだ。どういうことですか。あんな数の獣をいちいち真面目に相手しやがって。一番異種族交流してんのはどこのドイツだよ。私が異種族交流を、皆さんの役に立ちたいっていうこの気持ちが私の異種族交流だったんだ。日々変わっていく皆さんに自分が置いていかれるような気がしてたけど、私はまだ皆さんの生徒会長でいていいんだ。こら、何脱いでんだ変態女。こちらは、何をするんだ。ジロー大丈夫、どんな子が来たの。あ、ヒノさん、そのこれは変態。俺は何もしてねえ。お騒がせしてしまって申し訳ありませんでした。いえ、こちらこそ早とちりしてしまって。ジンがそんなことするはずないもんね。もしお洋服を脱ぎたければ脱いでも大丈夫ですよ。ではお言葉に甘えて、でもできればそのお願いがあるのですが。これでいいんですか。とっても健全、素晴らしいわ。セーフです。裸でバネズミ的にはセーフ。チラチラ。なんかはこっち側ね。どうですか皆さん。